久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立筑紫高校からお届けしています。今日は2年生万谷ゆあさん、大人になっても難しい余裕がない時の対処法、年齢問わず必見です。慌てる時に限って、ここどうすればいいんだろうとか、ここどうするんですかって同級生とか後輩とかからよく聞かれたりするんですよね。その時自分も焦っちゃってて、つい冷たいというか適当に返しちゃう時があるんですけど、どうやったらそういう時にでもなんか余裕を持って正しい返答ができるのかなって。テンパった人が何だろう、余裕を持った対応をできるっていうことはなかなかなくないですか、社会人だと。万谷さんがもう偉いところはそれを俺に言ってくれてるじゃんってことで、他の人もいるところでそれを言えるってことがめちゃくちゃ素晴らしいことで、はっきり言って余裕がなくて冷たい行動をしてしまったっていうことに蓋をしてしまうのが一番怖くて、ひどい扱いをしてしまった後輩を、でもテンパってた、ああもう別にいい、私ってそういう人間だからっていう、もう割り切っちゃったらもう大変なことになるというか、だから世の夫婦でその時テンパってて塩対応をして、それで謝れなくて何年間も口を聞いてないっていう人たちめちゃくちゃいると思う俺は。だからマンタリさんはそれで分かって、あとからごめんさっきテンパってたとか言って、ごめんごめんって、もう軽くでいいのよ、ごめんごめんって、次もちゃんとやるからみたいな感じでやれば何回でも繰り返せるってこと。なおかつその時にどんだけテンパってもこれだけはやるまい、例えば命令口調で話すとか、辛く当たるとか、手を挙げるとか、そういうことはもう私はやりませんっていうことだけを自分のルールとして律するみたいな。何回もだって同じことを経験してるうちに余裕は出てくる、それは経験だから。謝るとかはするんですけど、その後に一人反省会とかしちゃってたから、そんなに気に負わずにもうちょっとポジティブに考えていこうと思いました。そうだね、でも一人反省会はめっちゃいいことだよ。でもあんまり自分を責めすぎなくてよくて、そのまま行ってくださいってことです。